はい、皆さんこの車何だと思いますか。実はね、自分が一回本気で買いたいなと思った車なんだけど、あのスーパーライトの SLC です。 SLC で、イヤーを見ると、2022年だから今年下ろしたばっかなんですか、今年作ったばっかなんかな。もともとはね、キットカーなんだけど、これただクオリティがね、むちゃくちゃ高いのでね、どっか説明しよう。まず外観からちょっとカウル上げちゃってるけど、随所カーボン使ってて、羽超デカの羽です。まあ、こんなんで走ったら一発で捕まるんだろうなっていう感じですね。はい、しかも後ろ超はみ出してるし、このボディはね、2種類あって、 SLC はあの、まずストリート用っていうのはね、羽こうなってないの。これね、レース用のやつ、あの基本的にはこれなし、ストリート用、こっから後ろなし、羽なしで、これをまあレース用のボディで、バックレで、ストリートに乗っちゃってますね。で、あと裏側はまあこんなもんかな、この手の車は。超かっこいいっす。はい、随所にカーボン入ってますね。随所にカーボンが入っていて、スポイラーもなんかガッツリちゃんと作ってんな、これ。5スポット入ってるし、これは初めて見た。エラーのスポットが入ってます。で、ラジエーター寝転んでますね。ちょっと微妙にパガニっぽいライト。とんでもって、天井はここからエアスクープがついてます。エアスクープがついていて、一応こっから出してんのかな、エア。あ、出してるっぽいな。見えねえか、これじゃ。ちょっとね、微妙に出してるっぽいっす。はい。それで、じゃあ次はね、それエンジン。エンジンはね、ツインターボです。ツインターボで、フォード系のスモールブロックに、ツインターボのシングルスロットル、ティアグの、なんだ、ブローフがついていて、ゲートはどこついてんだ、これ。来て、あれ、ここか。なんか、こっから吸って、ここになんか配管見えるから、多分、あれ？どこだ？まあいいや。向こう側から見よう。とにかくね、スモールブロックのターボ、多分1000馬力オーバーしてると思います。で、ミッションはこれポルシェなのかな、定番のアップサイドダウンのかな。よく分かってないポルシェオーナーが自分です。はい、なんだろう。で、このコアは多分スピルコかな、インタークーラー。このインタークーラーの配管がまっすぐ行って、ここで思いっきり90度曲がってるっていう、90度って何だろう、もっとだ、もっと曲がってる、すごいな。で、シングルスロット、はい、この箱なんだろう、太鼓入ってるのかな、もしかしてこっちの方に。違うか、なんだろう。あ、でもそんな感じじゃないの、なんかガッチャンがついてるから、ようわからん、謎だ。では反対側を見てみましょう。反対側を見るとなんだろう、なんだろう、でもポルシェっぽいな、このミッションも。なんだろう、タービンなんだこれ、タービンなんだろう、何のトラビンだこれ。ちなみにエアクーラー、あのエアクリーナーここ入ってます。あ、乾燥しててね、咳出るわ。あの、コロナじゃないですからね。はい、なんかホーリーの、燃料のレギュレーターついてます。
なんか書いてあるな、ここに。ティーポっていう、イタリア製のやつのミッション。なんだろうこれ。What's the problem there? プレートのとこのやつ。これ、なんだろう。何のミッションだこれ。ようわからん。さすがポルシェオーナーがポルシェのミッションと勘違いしてしまったという情けなさ。あ、アームすげえなこれ。全部なんかがっつり。アルティマ4かすげえかもしんねえ作りが。ただ、ね、どこまでねワンオフで作ったかわかんないんだよね。はい、じゃあ次ね、ブレーキと思ったんだけど、この人たちって邪魔だから取れない。早く取れてくんねえかな。スパルコだって、スパルコとか書いてある、なんだ、ね、燃料の蓋どうしようかな。はい、どいてくれたんで、ブレーキいきます。ブレンボ2ポット、うちとあんま変わんねえな、この辺は。うちとあんま変わんないです。でね、タイヤがね、ミシュランのパイロットスポーツカップ2のいくつ履いてんだこれ。あった、28530の19です。多分車軽いからこのブレーキで間に合っちゃうんだろうなこれ。でここにカメラ付き、これこれこれ、カメラカメラカメラ付き で後ろ、335 25ZR20 のやっぱ普通のね、ブレンボの4ポットで、付いてますね。こんなタイヤな、怖いな雨の中。まあ走んねえからいいけど雨の中で、なんかテスラみたいなマークのパーキングブレーキ、なんだこれ、テスラマークは分かんない、分かんないけどパーキングブレーキで、あと手作りっぽいのが、マテリアルについていた、インジンがそのまま残ってます。この辺ちょっともう手作りっぽい味、バキバキですね、バキバキ。ここになんかオイルクーラーがついてる、これオイルクーラー、ミッションかなこれ、ミッションクーラーかな。はい、では、次運転席。あのね、全般的な印象としてはアルティマ4か、広い感じで、ね、これミラーがね、スマートミラーついてますね。ルームミラーは見えるわけないもんな、後ろこんなんだから。ほんであとはダッシュボードは、まあ、普通のカーボンだけど、これテカって見えなくねこれ。ほんでね、あとね、ドアがね、センターコンソールがあって、ドアがね、ここまで、こっからこっち側は外側だけど、こっからこっち側が室内だから結構幅広いです。アルティマ4は全然幅広いで、これもなんかワンオフかな、ミッションのこれなんかわかんないけど。で、ガレージのリモコンですね。はい、そんな感じで、あ、ディセンバー2022、ベルト、はい、うん、確かにね、なんかね、キットカーっぽいとこはあちこちに見えるんだけど、この中に配線とかもね、まあ、でもちゃんとしてる方ですわこれ。とにかくこのね、足回りとかのね、作りがね、ほらアルミとか内側も、あ、違うの、あ、でもどっちもどっちか。とにかくあのメインのところは、結構ちゃんと作ってます。で、次、あ、ちなみにね、あのウィンドウはめ下ろしです。で、ひび入ってるのこれ、ひび。残念。この辺なんかの流用かな。はい。ほんで、なんかこの辺にもなんかちょっと、なんだこれ。あ、これ空調だ、空調。これ空調、空調。ほんでね、ダッシュロガーみたいななんか、AIM ですね。AIM のメーターが入ってます。で、スマホホルダーが、きっちり
ついていて、あ、でも手作り感すごいな、この辺やっぱり。この辺すごいな、手作り感が。ミラーラうざいんだよな、なんか。あまりにもそこで。そう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 。まあそんな感じでね、結構いい感じで、ちなみにここ鍵ついてるので、乗れそうです。はい。あ、なんだこれ。パイオニアだってリモコン。パイオニア。すごいな、なんかここにも。ここにインジケーターついてますね。ターン、こんなとこピラーに、ピラーについてます。実に素晴らしい。で、まあとにかくね、こういうの乗ってみたいな、一回。でも年だから、あれがいいな、きっとじゃなくて、なんだっけな。あれ、パドルのが。ペダルはね、チルトンのレース用のが入ってる。多分このまま取れないけど、あれ、見えるかな、チルトンの あのレース用のやつね。多分、だからノンサーボだと思われます。いやー、すげえな、しかしこれ。いやー、素晴らしいです。はい。まあ、そんな素晴らしい、スーパーライト SLC でございました。まあ、欲しいけど、まあ無理だな。まあそこまでね、ちょっともう金出せない、この円安で。しかもナンバとのこれ今すげえね、大変横浜陸地でね、いろいろちょっと事件があったから。そんな感じでございます。ではでは皆さん、さようなら。さっきね、1個取り合わせたんだけど、アメ車にしてはすごい革新的なんだけど、ここに、車体番号が打ってあります。でもワールドコードにしてちょっと数が多いんだけど、とりあえずこれが車体番号です。はい。でね、あと追加で言うなら、こちらね、多分レースシーンでとかそういうとこではアルティマの方が早いと思う、真面目な話多分ね。ただね、移住性とかいいから、ツーリングとか、あとちょっと遊びにはこっちの方がいいですね。走り追求はアルティマだと思います。ではでは、追加情報終了します。